皆さんこんにちは。多数のヒット曲で話題を集め、今では老若男女問わず親しまれている吉幾三さん。東京にある豪邸や現在の年収額に驚きを隠さない、今日は吉幾三さんのことについて紹介します。まずは吉幾三さんの経歴とプロフィールから紹介します。吉幾三は日本の歌手、シンガーソングライター。1952年11月11日民謡歌手の父鎌田稲逸、母セルの9人兄弟の末っ子として青森県で生まれる。地元の中学校を卒業後、父親の反対を押し切って歌手になるために上京し、米山正雄に師事する。1973年3月1日にヤンマーディーゼルのコマーシャルソング「恋人は君一人」を山岡英二の芸名で発売し、歌手デビュー。キャッチフレーズは「男なら決めよう」、アイドル歌手として売り出したが成功しなかった。1977年11月25日吉幾三と改名し、フォークソング路線に移る。自作の再デビュー曲「俺は絶対」、プレスリーがヒット。これを機に映画化される。その後は低迷期を経て、コミックソングや演歌へと楽曲の方向性を探る。その頃歌手の千正雄と出会う。1984年3月25日に発売された千正雄への提供曲「津軽平野」がヒット。作曲家としての吉の才能が注目される中、同年11月25日には千のプロデュースで発売された「俺ら東京サイグダ」が大ヒット。その後は歌手と並行して俳優としてもドラマに出演。プロデューサーの千から「今さら正統派の演歌なんか売れるわけない」と大反対を押し切っての発売であったが、その年の「紅白歌合戦」への出場を経て、同シングルは初のオリコン1位を獲得。父の鎌田稲逸さんは昭和天皇の前で民謡を披露するほどの腕前、歌唱力に定評がある吉幾三さんをして「父は超えられない」と語るほど。そんな父の元で生まれ育った吉幾三さんが歌手を目指したのは必然と言えるでしょう。ところが父親は吉幾三さんが歌手になることを反対したそうです。自身が歌手だけに、その厳しさを息子に味わわせたくないと思ったのかもしれませんね。それでも歌手になる夢を諦められなかった吉幾三さんは、父の反対を押し切って青森から上京。上京後は名作曲家として知られる米山正雄に師事。そして1973年にアイドル歌手山岡英二としてデビューすることに。デビュー曲の「恋人は君一人」はCM ソングに起用されるも売り上げは今一つ。その後2枚のレコードを発売するも歌手として成功を収めることはできませんでした。ですが父親の反対を押し切って上京した吉幾三さん、これで諦めるわけにはいかないと1977年に吉幾三と改名して、アイドル歌手からフォーク歌手に転向。再デビュー曲として発売した「俺は絶対」、プレスリーが大ヒット。同曲をベースに山田洋次さんが原案を務めた映画まで制作されました。ただその後は再び鳴かず飛ばずの響きですが、1984年には日本語ラップの元祖と言われるコミックソング「俺ら東京サイグダ」で再び大ヒット。その2年後には正統派演歌の「雪国」で自身初となるオリコン1位を獲得。コミックソングから演歌までジャンルを問わずヒットを飛ばせるのは類まれなる歌唱力の賜物。また楽曲の大半を自作するシンガーソングライターという一面も持つ吉幾三さん。ここまでマルチに活躍できるなんて、歌手になるために生まれてきたと言っても過言ではありませんね。2017年、吉幾三さんはある番組の中で2018年3月に歌手活動引退を宣言し、翌日のネットニュースで大きく取り上げられていました。しかしこちらは所属事務所曰くアルコールが入った上での発言とのことで、すぐに引退が撤回されました。これまでに吉幾三さんは1990年と1997年にも引退宣言をし、後に復帰しています。この引退宣言の理由は病気で、吉幾三さんは実は入院していた。病気で休むっていうと何の病気か説明しないといけない、それが嫌でさと話していました。
吉井久蔵さんはこれまで C 型肝炎や不整脈の手術などを行っていますが、完治しています。仕事を続けているところを見ると現在の体調は悪くないようですね。実は吉井久蔵さんは2013年に心臓の手術を行っており、現在もペースメーカーが入っているとおっしゃっていました。不整脈のため徐脈性心房心室完全ブロックという手術をされたそうですね。手術は成功されたので今も元気に過ごされているのですが、今年で71歳になられるので他にも病気をされている可能性はゼロではありませんよね。むしろこの不整脈の手術から10年もの月日が経っているので、何かしら他にもあったのではと個人的には思います。しかしニュースなどでそのような情報を見かけることが少なかったことから、そこまで大きな病気はされておらず今も元気にお過ごしなのだと推測しました。前述した通り現在も楽曲を公開されているなど音楽活動にも精力的に取り組んでいらっしゃるので、引退したとは言い難いでしょう。青森が生んだ国民的歌手の吉井久蔵さん、やはりというべきか、自宅がものすごい豪邸だと話題になっています。生まれ育った地である青森県と東京に居を構える吉井久蔵さん、豪邸と話題になっているのは青森県にある自宅。外観が真っ白なことからついた異名がホワイトハウス。敷地は800坪とホワイトハウスの名に恥じない広さ。間取りは 6DK でリビングは35畳。お風呂が4畳半もあるんだとか。1年のうち3分の1を青森、3分の1を東京、残りは仕事のため地方で過ごすという吉井久蔵さん。東京の家は仕事場のような感じらしく、ゆったり過ごすのはやっぱり青森の家。都会の喧騒にもまれた後は生まれ育った広大な自然が恋しくなるのでしょうね。長年にわたって芸能界の第一線で活躍し続ける吉井久蔵さん、そのためどうしても気になってしまうのが年収。日本歌謡界きっての大御所となった吉井久蔵さんの年収は一体どれくらいなのでしょう。気になる年収の前に、過去に情報番組で紹介された芸能人生涯推定収入ベスト100、当然吉井久蔵さんもランクインしており、その収入額は約17億円と報じられました。ただこれは年収ではなく生涯収入、つまりこれまでの芸能生活で稼いだ金額です。歌手としての主な収入源は CD の売り上げに、テレビ番組の出演料とコンサート、ディナーショー等のチケット、グッズ代。吉井久蔵さんは作詞作曲も手掛けていますので、楽曲使用料やカラオケの印税も大きいでしょう。では本題の吉井久蔵さんの年収、一体どれくらい稼いでいるのか調べてみると意外な事実が判明。なんと吉井久蔵さんは給料制だったんです。仕事量によって収入が変わる出来高制ではなく、どれだけ頑張っても大きく給与が変わることのない給料制なんて意外すぎますよね。ただ吉井久蔵さんが所属するのは個人事務所の基地プロモーション。そのため稼ぎのうち自身の給料とならない分は会社の収入になっているはず。会社の収入ということは社長である吉井久蔵さんの収入と考えられなくもありません。だから現在も給料制を続けているのでしょうね。ただどれくらいの給料収入となっているのか詳細な額は不明ですが、これまでの吉井久蔵さんの活躍ぶりから察すると安定して数千万円の稼ぎはあると思われます。吉井久蔵さんが結婚したのは1975年。お相手は当時宮城県で OL をしていた寿佑子さん。東京のミュージシャンと宮城県の OL が出会ったきっかけは偶然。1973年に小笠原ツアーに参加していた吉井久蔵さんと寿佑子さん、別々に参加していたため、雪の船では会話を交わすことはなかった二人。帰りの船で船酔いしたため、デッキに出てギターを弾きながら歌を歌っていた吉井久蔵さん。その歌を同じく船酔いしたことで、デッキにいた寿佑子さんが、聞いたことが慣れ始めとなったそうです。歌が出会いのきっかけになるなんて、さすがは歌手ですよね。遠距離恋愛だったため気軽にデートもできなかった吉井久蔵さんと寿佑子さん、その代わりに長電話で愛を育んだそうです。
当時は歌手として芽が出なかったため、様々な職を転々としていた吉幾三さん。経済的に厳しいことは想像に難くありませんが、交際から約2年後の1975年に結婚。ただ、お金がなかったため結婚式を挙げることはありませんでした。結婚後は OL として働きながら吉幾三さんを支え続けた寿佑子さん。その後、吉幾三さんが国民的歌手となった際には自分のことのように喜んだことでしょう。経済的にも十分余裕が生まれたことで結婚から10年後の1985年に晴れて結婚式を挙げた吉幾三さんと寿佑子さん。吉幾三さんの故郷で行われた結婚式で町は大盛り上がり、結婚式には当時の町長をはじめ地元の名士が多く参列、約1000人のファンもお祝いに駆けつけたそうです。大勢のファンが駆けつけたため町に入るための道は一時通行止め、20人もの警察が出動する騒ぎとなったんだとか。長年自分を支えてくれた寿佑子さんにご苦労さんと声をかけた吉幾三さん。すると寿佑子さんは首を振り、大して苦労しなかったと返したそうです。まさに多くの人々の理想ともいえる美しい夫婦愛。吉幾三さんが今も第一線で活躍し続けるのは寿佑子さんに楽をさせてあげたいという気持ちが大きいのでしょうね。1952年生まれで2023年は71歳となる吉幾三さん。ただ2013年2月に不整脈の手術を受けていることから健康面を心配するファンも多いでしょう。ですがそれ以降、吉幾三さんが体調を崩したという情報はありません。きっと手術後はそれまで以上に健康に気をつけるようになったのでしょうね。2018年には芸能生活45周年を記念するコンサートを行うなど精力的に活動する吉幾三さん。今でも毎年のように新曲をリリースし、テレビやラジオにも多数出演。また2019年には方言ラップ津軽を発売するなど遊び心も健在のようです。日本歌謡界にとってまだまだ欠かすことができない吉幾三さん。きっとこれからも多くの人々の心に響く素敵な歌声を聞かせてくれることでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。